心部静脈血栓症は心部静脈に血栓が形成留ス疾患であり最も一般的に足に発症する症状は患部の痛み、腫れ、発赤、熱などである症例の約半数は無症状である合併症には剥離した凝血界が肺に移動することにより肺血栓側栓症や血栓後症候群になることがあり得るリスク要因には手術後 がん、外傷、運動不足、肥満、喫煙、ホルモンによる、避妊、妊娠及び出産後、高輪脂質症候群、特定の遺伝的状態などが挙げられる。遺伝的要因には、アンチトロンビンとプロテイン C とプロテイン S の欠損、さらに大ュライデンの変異が挙げられる。一般的な基礎となる DVT の基礎は、血流速度の低下、 血栓形成傾向の増加、血管壁の損傷など、いくつかの組み合わせによるものである。DVT が疑われる人には、ウェルズスコアなどの臨床予測ルールを用いた診察をすることができる。DVT の診断の除外を補助するため、または、さらなる検査の必要性を判断するために、D ダイマーを用いることがある。診断は、一般的に血栓が疑わしい幹部の静脈の、 超音波検査によって確認される。DVT と肺側炎症を合わせた疾患は、腸脈血栓側炎症として知られている。標準的な DVT の治療法は、工業庫療法である。一般的に使用される薬には、低分子量、ヘパリン、ワルファリン、または、蛍光の工業庫薬がある。段階式着圧ストッキングを着用することにより、 血栓誤症候群のリスクを減らすことができる場合がある。手術後の予防には、早くからの頻度の歩行、ふくらはぎの運動、アスピリン、工業構材、段階式着圧ストッキング、間欠的な空気圧迫などが挙げられる。DVT の発生率は、小児期から老年期にかけて増加し、成人期には、年間約1000人に、約1人に影響している。 人生でビティを発症する確率は約5%である。ありがとうございます。